10月31日ハロウィンの、渋谷です。ハチ公から、それほど混雑はしておりませんが、若い人たちでいっぱいです。仮装している人もいますけれども、それほど多いというわけではありません。東京ということで結構外国人も多いですね。DJ ポリスなども出ているようです。いわゆる渋谷のスクランブル交差点です。1日前のニュースが流れています。オリックス日本一、渋谷は1日遅れているようです。センター街の方はやはりかなり人が出ているようですね。センター街はかなり人が出ているようです。そして報道のカメラがいますね。センター街行きますとかなり混んでいるようなので、違う道からホテルへ向かいます。
空いている道から行きます。私がかなり平均年齢を上げているようです。ほとんど20代10代60代の人は警察官を含めて北に進みます。子供もいますね。でももう10時回ってますよ。スクランブル交差点から先の交差点でも警察の誘導が行われています。西武百貨店です。こちらに来ますとかなり人混みになっているようですので、空いているところからホテルを目指します。渋谷の様子をお伝えいたしました。現場からは以上です。